2022年未来を向いて走るぜ。イエス。近藤勇からパワーをいただく。頭から煙も出る。なんでもうすでに疲れてんねんと思ったあなた、それはこの動画が山梨県横断チャレンジの後編だからですよ。できれば前半から見た方がいいけど、めんどくさいという方はこの後編から見ちゃっても問題がないと言ってしまっていいでしょう。やっぱり四国お遍路1200キロをね、走り切った経験っていうのはでかいと思いますね。このぐらいじゃびくともしないな。はい、出ました。これね、道門っすね。道門、これ共和道門って道門なんですけど、道門でわかります？あのね、トンネルみたいになってるんだけど、片っぽがね、あの空いてるやつっすね。片側が川になってるんで、そちらが空いてるやつっす。これ結構怖いんだよな、この中入っていくのは。まあしょうがない。まあこの道、私が2年前怖かったっていう理由がよく分かってきました。まあ、この道門もおっかないし、ライトつけて、おっかね。そう、この道門もおっかないし、ちらほらね、廃墟があるんだよね。それがね、結構おっかないかもしれない。もう中からね、なんか人が覗いてるような、そんなね、もう根源的な人間の恐怖感がしますね。今ね、ぶっちゃけショック受けてたんですよ。チアライ坂っていうちょっとおっかないスポットをね、なんと、見逃したんすよね。ほんとこの甲斐大和への道は近藤勇像と血洗沢だけフォローしてればよかったのに、他の細けえとこばっかちょっかい出してて、マジで大事な血洗沢を見逃してしまった。まあね、血洗沢のね、映像ね、まあ古い映像残ってたらね、ちょっと差し込みたいと思います。史跡血洗沢、敵前逃亡した武田家家臣をここで討ち取り、その血を洗ったと伝わります。なお後部は武田勝頼と最後まで戦ったという伝承も残っているので、どっちが正しいかは小松美穂さんでもわからない謎です。そしてもっとびっくりしたのが、ここなんとコンビニがあるんですよね。セブンイレブンのあの闇を切り裂く光、よろず屋の光が見えます。まあね、ここに来るまで結構ね、12時に閉めますみたいなコンビニも結構あったんで、寄れるのは確定じゃないけど、まあ明るいからまず寄れるんじゃないかな。2年前にこのコンビニがなかったね。ここがファイナルコンビニになります。ちょっと寄らせてもらおうかな。これが道の駅甲斐大和に至る道への正真正銘ファイナル補給ポイント。心して食事をします。甲斐の国の山奥にチャーハンおむすびの湯気が立つ。はい、ここね、甲斐大和駅っすね。道の駅じゃなくて普通のシュシュポポの方の駅っすね。すげえ不思議なんだよね。さっきコンビニがあったじゃん。こんな山奥になんでコンビニあんねんって思ったんだけど、この近くだけなぜかね、民家が結構あるんだよね。すげえ不思議なとこだよ。ここから戻っても進んでも全然山の中なのに、ここだけ町があるんだよね。不思議な場所だ。山梨の歴史文化公園、氷川渓谷と武田の秘境。ここって秘境だったんだね、やっぱ。道理で苦労するわけだよ。いや悪いけどさ、死ぬほどビビったわ。はい、やっと着きましたね、道の駅甲斐大和。ここでね、しっかり準備をしていきたいと思います。まあ、準備っつってもさっきね、セブンイレブンさん寄らせてもらったんで、ここでね、あったかいドリンクを2本買うぐらいかな。ここから先はね、自動販売機すらしばらくない、もう人の匂い香りがしないエリアなんで、ね、気をつけていこうと思います。そして遠くにね、悪魔が口を開けてますよ。マジこっから最強最悪ゾーンなんでね、もうほんと気合をここで入れていきます。そうだな、伝説の装備も俺ちょっと装備してっか。温かいドリンクを補充。そして伝説の装備とは、犬走り県に伝わりし春北海道。説明しよう。氷点下の箱根峠を越えるために2020年お正月に開発された汎用人型血栓肌着、それが魔王の鎧である。はい、届きました。物言わぬ悪魔のね、口先に来ました。これね、マジで投げ、そして攻め、新笹子トンネルですね。マジで人間が通るね、歩道としての幅はありません。ただここね、人間が通るのは禁止じゃないんですよ。なんで通ってくんですけど、本当に大月市とか相模湖に抜けるにはこのトンネルを通るしかないんだよね。本当につれ、マジで。しかも氷瀑なのが狭いように長いんだよ。2953メートル、約3キロありますからね。もう本当にね、覚悟してここを渡っていきたいと思います。2年前ここをね、見つけた時は俺はもうショックでショックで、もう本当にね、軽くイラついてしまいました。もう今なんかね、2年ぶりに会った友達に会った感じですね。はい、でもね、そう思ってたけど、いざ眼前にね、
彼を迎えるとね、本当にね、おじけづくわ、これは。まあ2年前よりは全然いい。これもダッシュで行くわ。本当にね、片っぽに行っちゃダメなんですよ、これ。もう前から車が来たら反対側の車線に移って車をやり過ごさなきゃいけないんで、一番やべえのは両方から来ちゃったパターンですね。その時はもう本当にもう壁にひっついて車をやり過ごすしかないからね、本当に危ないところです。マジでここはおすすめしない。行くか、気合い入れていくか。なんでこの時間選んだんですよね。今4時25分、季節してちょうど12時間経ったっすね。俺元気だな、マジで。12時間走りっぱなしで元気だな。その意気でね、ここを越えてってほしいわ。行くぞ。さあさあ、新笹子トンネル進入。さあ、これで走ってくんだけど、さすがに向こう側から来る車がいなくなってから走り始めたんで、今4時29分ですね。ちょっとこの満身創痍、もう結構疲れてるよ。もう60キロ以上走ってきたんだから、この状況でこの3キロの道のりをどんぐらいで走るかって興味あるね。4時29分スタート。何分でいけるか。まだめっちゃある。オッケーオッケー。今んとこ運がいいね。今んとこね、車来てもどっちかの車だけなんで、なんとか避けれてますね。このトンネルの数少ないいいところを挙げるとすれば、超ど真っすぐなんで、遠くから来た車が全然分かるところがね、数キロ先から。それはいいところだ。ほら見える、今向こう側に、まあ、全然見えねえか、車の光が見えるんだけど、あんなの全然2キロ以上まだ先だぜ。この車のうなり声がおっかねえんだよ。だんだん近づいてくる。最悪。やっぱさ、車が同時に来ちゃって壁に寄り添って避けたんだけど、もうドロンコだからさ、壁のところすげえ汚れちゃった。ついてねえ、見てこれ、ドロンコだよ。最悪。そしてね、数少ないこのトンネルのいいところ2つ目なんだけど、見てこれ、めっちゃおっかねえんだよ。おい見て見て、トンネル続いてるでしょ。で、横穴みたいなのがあるんだけどさ、これめっちゃ怖くない？もうなんかさ、もうイメージ的にはさ、軽く戦時中みたいな。俺のイメージの中でさ、あの穴あるじゃん、あの穴の中入るとトワイライトシンドロームの混合鉄壁作ってると思ってるからね。ここはめちゃめちゃおっかないぜ。そして気づいたけどさ、やっぱ人自転車に注意って書いてあるから、自転車人通る前提なんだよな。いや、このトンネルはひどいで。車さんサイドだってまさか人間が通ってると思わねえよな、朝の4時に。はい、ここは車がいっぱい来る時の待避所としても使えていいっすね。しかしここゴミがすげえな。ゴミが溜まっちゃうんだろうね。お役済みって何の。はい、やっと中間みたいですね。面白い。ここで甲州市と大月市が分かれている。暑いわ。トンネルの中が暑いっていうのもあるかもしれないし、ね、なるべく急いで行こうと思って走ってるせいもあるけど、背中のね、ほっかえよ、魔王の鎧が機能してるっていうのもあるけど、トンネルの中ってこんなにあったかいな、びっくりだわ。はい、あとね、もう1キロもない、もうちょっとで出口です。はい、この無敵ゾーンね、全部で4箇所ありましたね。左右に交互2箇所ずつ。はい、ここね、車で止めちゃうと処罰されるんで気をつけてください。はい、長かった。いよいよ終わりや。はい、まごうことなき安全ゾーンに来ました。はい、こっから大月市ですね。見えるかな、3度って出てますね。2年前よりはあったけえな。2年前はここがね、1度と0度を行ったり来たりしてましたね。はい、本当にね、お礼を言おうと思います。はい、新笹子トンネルさん、ありがとうございました。正直ショックだったんだよね、通ってる時さ。なんか俺自分が楽しそうだなと思って、でも本気で一生通りたくなかったんだよこの道。本当にやられた記憶があったから。でも今日やられたっていうよりはもうなんていうか、アトラクションを楽しんでた感じだったよね。恐ろしいわ、自分の。もういざとなったら何でも楽しんでしまう感性が。しかしこれはね、言っとかなきゃいけないんだけど、私はこの道の帰りに通れる道があるんだったら絶対にそっちを通ってます。この道はね、通る道じゃない。やっぱり危ないし、何よりね、絶対に言わなきゃいけないのは本当にね、車さんごめんなさいってことだね。やっぱね、俺なんかはただここを通るのに遊んでるだけなんだよ。でもここ通られる、この時間に通られる車の方っていうのはもうバッチリ仕事なんだよね。もう日本の物流を支えてくださってる皆さんなんだよ。その方たちをびっくりさせてしまったっていうのはあるんだよね。なんでね、ごめんなさい。
なんでね、私がここを通られる車のためにもう全力で気を使うっていうのは、そんなのは当たり前のことなんだよね。なんで決してここをね、自転車や人間が通るのはお勧めしないし、もし通るんだとしたらこういうね、深夜帯に通った方がいい。日中はね、とても通れる道じゃないと思うよ。本当に危ないと思う。なんでやめた方がいいと思いますね。通った私が言うのもちょっと説得力ないかもしれないけど、そういうことです。ちょっとトンネル脱出後のトークを入れちゃったからさ、時間わかんなくなっちゃったかもしれないけど、はい、今5時2分だけど、トンネル脱出した時はね、4時57分でしたね。なんでトンネル脱出、3キロの距離を脱出するのに、27分もかかってますね。いやー大変だったな。そして、3度ね。こっからね、寂しい山を下っていくんだけど、しばらく本当に何もないんだよね。そしてトンネルの中マジで暑かったから、結構汗をかきましたね。もう寒いんで、めちゃめちゃ汗が冷えて、走れなくなると思いますね。せっかく下りだから、走れるところまで走ろうかな。トンネル出てすぐ自動販売機あったわ。道の駅でジュース買ったのは、ちょっとただの重りだったね、結果的に。びっくりだな。この道のイメージが変わった。自動販売機が全然あるし、あとね、もうすでにね、人がいるんだよな。お散歩されてる方一人とすれ違ったし、あと、自転車の方一人ともすれ違いましたね。こんなに街だったとはね、ちょっと記憶違いかもしれない。まあ、もうちょっと先に行くとね、もう大自然がいっぱいなとこあるんですけど、こんなに民家あったんだ。とりあえず飲み物の補給には困らないっすね。いやマジで孫うことなき虚無労働ですね。もうマジで何もない、民家と木しかない。もうそんな中見つけました。はい、ミッドガルドです。 FF7 です。かっこいい。あれ何の施設だろうね。ここはミッドガルドではなく、約3万世帯分の電力を発電するめっちゃすごいバイオマス発電所。はい、やっぱね、しばらく自販機なかったね。ここありがたいです。もうここ2年前も寄ったの覚えてますね。見て、めっちゃ安い。2年前はこっち買ったの覚えてる。今日はね、ココアです。いただきます。まあ言うて2年前ここね走ってた時よりは危機感が全然違うね。全然余裕がある。だってここから 4.1 キロでコンビニがあるの知ってるからね。潰れてなければコンビニがあります。2年前はね、ここを走ってた時めちゃめちゃ腹が減ってたね。むしろ走れてなかった。全然ずっと歩いてたね。俺まだ走れるからな。もうそれがすげえありがてえよ。どこまで走れるかね。できればね、70キロ、80キロは走りたいところだけど、もうね、結構ね、足に来てるからな。特に左膝に。どこまで走れるかはわからない。そういうわけでね、はい。14時間が経ちました。残り時間10時間ですね。で、今の距離が 71.2 キロなんで、残りの距離がね、37.1 キロですね。10時間で行けるかどうかっていうと、まあ、正直ここから全部歩いたとしたらもう怪しい。ギリっすね。行けるかどうか分かんねえぐらい。まあ、ただ今日ちょっと元気だからな、まだ走れると思います。多分行けるんじゃねえかなと思います。ぶっちゃけ今日前半30キロ台の時、まだね、温泉に着く前ぐらい、もうずいぶん前だけどね、その時はね、今日無理だと思ってた。本当に腰がもうパンパンでね、どっかで動けなくなると思ってたけど、走ってくれたね。ほんと、わかんねえもんだよ。体が応えてくれた。まあ、正直ね、108キロっていう距離がどうかっていうと、すげえ楽だよ。ウルトラマラソンの世界で言えば。こんなのね、ある程度力持ってる人だったら、もう10時間ぐらいでクリアしてんだよ、ほんとに。ただ、こんな寒い時期にやらねえし、真夜中にはやらねえっていうだけの話だ。まあ、なんとか自分で立てた目標はね、クリアできるように、頑張りますよ。はい、こちら。20日の駅前ですね。本当はもう一個先のコンビニ寄るつもりだったけど、ちょっとトイレ寄りたいから、ちょっとこちら寄らせていただきます。なんか食うわ。こういういかにも自分が好きそうなものを食べるときは、明らかに元気がないときですね。体力がなくなってくると食事も喉を通らなくなります。この時点でかなり疲れていたことは間違いない。本陣、こちらにはね、大月市には桃太郎伝説があんねん。猿をここで仲間にしたんや。疲れ果てた心と体と裏腹に、大月市の美しい自然と街並みが広がります。南足柄市の金太郎がごとく、大月市は桃太郎を推している。かなりコンセントレーションして歩みを進めていたけど、思うように距離が縮まらない時間が続く。はい、景色がいいね、本当に。ちょっと今ね、小高いところを歩いてます。2年前もね、ここ歩いた時、景色綺麗だなって、撮り始めたの覚えてます。いや、さっきまで本当にコンセントレーションしてさ、もうちょっとでもね、もうゴミスピードになってるけど、少しでもまあ形上は走ってさ、前に進もうと思ってやってたけど、
これ綺麗な景色見ちゃうとさ、もうそんな全てどうでもよくなんだよな。ああぶっちゃけもう趣味じゃん。24時間でさ山梨県横断するっていうのは、もうこの景色見るとどうでもよくなっちゃうんだよな本当に。でもまあね、自分で始めたチャレンジだからさ、走るぞ24時間以内で山梨県。まあできるかできないかって言ったらこのペースだったらいけるよ。本当もうちょっと走りたいけどもう限界かもしんねえ。今走った距離が69キロっすね。なんであと1キロ走りたいんだけど、まあそういうところだよな、腰に不安を抱えてるっつうのは。本当はもうちょっと走りたかったけど、うん、これは俺の限界かもしんない。今の早く腰を良くしろっつう話だね。日本三大木橋猿橋、はい、これからね新猿橋へ渡っていきます。ここを渡りながらね猿橋がね見物できるはずです。はい、今ね橋っぽいの3つ見えてると思うんだけど、上はね1本に見えちゃうかな。ほら2本あるでしょ。そのうちの手前のちょっと太っぽい橋が、あれが猿橋ですね。はい、美しい橋なんですけど、それよりさ見てこの景色やばない？すごいよ、ここめちゃめちゃ綺麗です。この岸壁にさ美しい川がかかってて、うん、本当にね風光明媚のところだよ。ほら逆方向もやばそうだから渡ってみたけど、めちゃめちゃ綺麗だぜここ猿橋、最強だな。何があったか知らねえけど、そんな悲しそうな顔すんなよ。はい、コンビニっすね。ぶっちゃけ食欲ねえからあんまり何も食いたくないんだけど、これから先商店が枯渇してきてトイレとか困るようになると思うから、ちょっと寄らせてもらいます。なんかね少しでも食えるもん食おうと思います。唐揚げくんは2時間半前に食べたでしょうが、とはいえ午前3時半に食べたチャーハンおにぎり以降の食事が唐揚げくん2箱のみ。すでに体が食事を受け付けてくれないことがわかります。そしてこちらの桃太郎は鬼退治に最も適した助っ人を見つけたようです。ご本人より強い説あるで。はい、大月市の美しい景色の中を歩いています。もうね360度でもないけどすげえ美しいよ大月市は。覚えてなかったけどね、こんなに美しいと思わなかったな。まあそんなね美しい景色の中なんだけど、ぶっちゃけやられてますね。実は今ね残り5時間になっちゃったんですけど、残りの距離は 18.2 キロですね。10時間残しの時にどのぐらい残ってたかっていうと 37.2 キロだったんですよ。なんでぶっちゃけラスト10キロの前半で半分ぐらいしか進んでないんですよね。なんでこの体力が落ちた最終盤で同じ量歩けるかっつうとめちゃめちゃ厳しい、正直言って。いやぶっちゃけ無理っすって言っちゃいたくなるような厳しさっすね。なんでこんなことになっちゃったかっていうと、原因は2つあると思うんですけど、1つは不可抗力なんですけど、ここまで道がめちゃめちゃ狭かった。なんで車を避けながらね歩いてきたんですよ。それはもうどうしようもない要素だと思うけど、一つ失敗したことがあります。それは私2回ぐらい食事したと思うんですけど、その時ね座って飯食っちゃったんですよね。あれはマジで良くなかったな。座ると体の動きが悪くなるし、それに時間も食っちゃうしね、歩きながら飯を食うべきだった。後悔してもしょうがない。もうできる限りの力でなんとかね頑張るしかない。言うてもさ、スパートかけるっつってもあと5時間あるんやで。5時間も気持ち持つかマジで。まあやるしかない。そりゃクレイジーランナーだ、歩いてるけどな。はい、セブンイレブン、ここね寄るつもりだったけども、コンビニには寄りません、ゴールするまで。もうそういう勝負だよ本当に。立ち止まったらもう動けなくなるし、時間がね、もう間違いなくゴールは分単位の勝負になると思います。もう自動販売機しか寄らない。これがいつまでもつか。20時間が経過、満身創痍の体を魂で奮い立たせて、なんとか1時間で 5.3 キロ進みます。はいはい、出ないでほしいですね。はい、今ちょうど20号外れたっすね。20号は相模原に着く最後の方はねぐねぐねしてて、そっちで通っちゃうと非効率なんですよね。なんでラストは山の中通ってきます。
熊の看板がいっぱいあるからね、気をつけねえと。面白いもんすね、街中からいきなり山の中に入ってきます。綺麗な湖っすね、ここはね。まだ残念ながら相模湖じゃないです、ここ島田湖っていうらしいっすね。綺麗だ。じゃあね、この美しい景色の島田湖から、はい、あっちのね山の中入ってきます。どんぐらい登るか覚えてないけど、この道のところまで登るとやだな。あんなところ誰も残されてないぞ。そしてこの山の中ですね、クマが出るって言われてんのは。ちょっとあの山の中入ったらもうベラベラ喋りまくるわ、獣よけだ。はい、そういうわけでね、山の中入ってくるんだけど、今ねちょうど21時間経ちましたね。なんで残り3時間なんですけど、距離が今ちょうど 99.9 キロっす。残り 8.4 キロなんですけど、この2時間で 9.8 キロ歩いたっすね。この満身創痍の状況でえぐいで、時速5キロは。まあよくやったって自分を褒めてやりたいと思いますね。まあまあほぼほぼ立ち脚でしょ。 8.4 キロでだって3時間だもん、さすがにクリアできるで。はい、上野原市、この道は狭えな。でね、まあ立ち脚って言いたいところなんだけど、もういつ足がもうダメになるかわかんないし、気持ちもダメになるかもわからない。なんでね、油断せずにしっかり歩きたいと思いますっていうのと、あとはね、もう一刻も早くこの苦行から解き放たれたい。早く座りたい。もう座ったらマジでもう足がね、しばらく時速2キロになると思う。明日とかもダメだと思う。実はこの後俺仕事やで、10時から朝の7時まで。いや、編集してて思ったけど、ここが一番頭がおかしい。なんで仕事の前に山梨県横断すんねん。えぐい。やっぱりとんでもなく登りますね。よくこんな道を覚えてなかったもんだな。ちょっとここでね、本当にピンチになったら使おうと思ってたアイテムを使おうと思います。はい。この子ですね、1年前、三重県を縦断した時にね、もう最終日に買ったんですよ。道の駅紀宝町の海亀公園。本当にね、可愛いでしょこれ、海亀ちゃん。本物もめちゃめちゃ可愛かった。ああ、もう今思い出しても感動するね。会いに行きたいな、紀宝町。最初は餌に対してそっけない感じだったんだけど、この後めちゃめちゃね、このサイズの神さんが集まってきて、超楽しかったですね。ウミガメ餌やり体験めちゃめちゃおすすめです。1年前、2021年が始まるとき、紀宝町で、なんて言ったかよく覚えてる。2021年、めちゃめちゃいいことが起こるって。誰かにとって価値のあることじゃなくて、自分にとって価値のある挑戦をしろって。その時自分で言ってたね。で、こっからはね、あなたに言いたいんですよ。この動画を見てくださってるあなたたちじゃなくて、今ね、この旅を最初から最後まで見てしまった変わり者のあなたに言いたい。あのね、宝物を見つけてほしいんですよね。自分の宝物を。人から見てどうこうじゃなくて、自分の宝物を本当に見つけてほしい。多分、ここまで見てくれたあなただったら理解できると思うんですよ。私のシンパシーに。ちょっと近いものがある変わり者だと思うんで。宝物を見つけようぜ。2021年。絶対に見つかる。いい年になるから。だから今回さ、ぶっちゃけ何やこのチャレンジって思ってたよ。最後の方、ただの苦行になってたからさ、ただのもう我慢ウォーキングだった。なんかしょうもねえなと思っちゃったけど、そんなことね、まあ俺らしくていいじゃないか。ボロボロになってさ、ね、24時間ギリギリで山梨県縦断してさ、よかった気がする。まあ、梶谷、ボロボロになってさ、これが俺たちの最後だ。最後の瞬間、ゴールまでよろしくな。梶谷1号、約10ヶ月一緒に走ってくれました。過去の実績にとらわれず、批判を恐れずに新しい世界に飛び込んでいってほしい。そんな願いを込めてこの名前を付けました。最初はめちゃめちゃ相性が悪くて戸惑ったんだけど、本当にいろんな場所に行けたのはこいつのおかげです。梶谷、靴として生まれて四国遍路1200キロと山梨県横断を果たした靴は多分お前だけだ。よくやったな。じゃあまあちょっともったいない気もするけどいただきますわ。賞味期限3ヶ月切れてるしな。織田信長になった気分だぜ。コンフェイトいただきます。甘い、美味しい。ポルトガルの味がする。センキュー、勇気出たぜ。ね、出るんやって。本当に出るんかな、こんなところ。遊歩道とかあったぜ、民家も近いし。またありました。まあ注意するに越したことはないけどね。
山を越えるとこの弁天橋というところに出ます。この場所に着いたということは完全に山梨県が終わり神奈川県に入っています。はい、弁天橋渡っていますね。この広がってる綺麗な川は相模川ですね。で、この相模川の奥に広がってるのが相模湖なんですよ。まあ、こっからじゃ見えないな。美しい相模川が私の旅の終わりが近いことを伝えてきます。そう、最後の最後に登んねん、高台に行くねん。 きっついもう登りは時速1キロぐらいになってるよ。でもね、俺1個気づいちゃったんだよね。相模原から長野県まで戻るのに3時間弱かかるんだよね。4時に相模原駅に着いてないとマジでやばい。急ぐぞと冗談抜きに時間なくなっちゃいそうなんでね、歩きながらで申し訳ないんですけど、ご挨拶よろしくお願いします。最後まで見てくださったあなた本当にありがとうございます。楽しいお正月をお過ごしください。でね、今回はちょっとね恥ずかしい姿見せちゃったんだけど、実は私長い距離をつらつら走るのが得意なんですよ。短い距離を速く走るというのはね苦手なんですよね。まあ、100キロが短いかどうかわかんないけど、ですので私は今年2022年3月11日から四国遍路1200キロを20日間でクリアするっていう挑戦をしたいと思います。そんなんできるわけねえだろうって思ったあなた、ぜひねチェックしてください。3月の末には答えがわかります。私が本当に得意なのはベラベラ喋ることでもなくて、長い距離走ることでもなくて、ポジティブを伝染させることだと思います。ここまで見てくださったあなたにはぜひ2022年1年中ポジティブでいてほしい。ポジティブでいるコツは自分の周りにたくさんポジティブな人を作ることです。ぜひねその中の一人にこの北半球で5番目にポジティブな男を入れてやってください。これまでの24時間の激闘が嘘だったかのようにめちゃめちゃ静かです。旅の終わりはいつもこう不思議なもんです。はい、見える相模湖。お、見えた。めちゃめちゃ綺麗じゃん。今日の私みたいにさ、ちょっと大ピンチになったとしても最終的にはこんな素敵な景色が見れる、そうだと思うよ。2022年もさ、私と一緒にポジティブ魂全開で毎日行きましょう。はい、そいちこんで山梨県横断24時のチャレンジはこれで終わりです。ここまで見てくださって本当にありがとうございました。まあタイムとかどうでもいいと思うんですけど、一応貼っときますね。23時間22分42秒そんなことよりこの日1日で6685キロカロリーも食ってることにめちゃめちゃびっくりしたね。まあそういうわけで私クレイジーランナー、こんな頭のおかしいチャレンジをジジイになるまで続けていこうと思いますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。そしてできれば私のチャンネルの視聴者の方には自分のチャレンジを、自分の戦いを始めてもらいたい。その挑戦の先に他の誰でもない自分にとって価値のある宝物が埋まっているはずだから。